事務服は視察に来られた他都市の方から事務服をまだ着用しているかとびっくりされる。着用に抵抗があるなどの声をいただきました。現在着用している事務服は女性だけだそうです。今日の市議会で市議が問題に挙げた女性職員の事務服。事務服をめぐっては今から18年前。住民票や戸籍などを取る市民課の窓口です。 窓口を見てみますと、多くの事務職員が紺色のベストを着ているのが分かります。鹿児島市は、男性職員にカッターシャツとブレザー、女性にベストとスカートを対応してきましたが、着用率の低さとコスト削減から2005年度で廃止になりました。しかし、か市によりますと、その後、 太陽の継続を希望した女性職員がいたことから、2010年度に一部復活しました。鹿児島市では現在、秘書課と議会事務局の女性職員合わせて15人が着用しています。ただ、事務服をめぐっては2007年の男女雇用機会均等法の改正をきっかけに、女性だけに支給する合理的な理由がないとして廃止の動きが相次ぎました。 一方、鹿児島市は継続の理由について、来客が多く、服装も気を使う必要がある職場で、職員自身で服を準備する負担も生じるためとしています。MBC の取材では、九州の県庁所在地で、女性職員に事務服を対応しているのは、鹿児島市、佐賀市、大分市だけです。こうした中、 今年8月に市が行ったアンケート調査で6割を超える女性職員が事務服について不要、どちらかといえば不要と答えたということです事務服はこれからも必要なのか今日の市議会で女子服事務服は廃止すべきではないかと考えますが当局の見解をお示しくださいアンケート結果等を踏まえ 現在の夏服着用期間が終了する本年10月末で廃止したいと考えております市は今年10月末で事務服を廃止する方針を示しました